せーの、さあ始まりました少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、というわけで今回の動画なんですけれども、はい、カバンの中身を晒してみた。イエーイいやー、うん、いろんな人がね、動画でカバンを紹介してると思うんですけれども、はい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 、僕たちのカバンの中身を紹介したことがなかったので、ちょっと今回の動画でですね、うん、まあ、紹介していこうかなと思うんですけれども、はい、はい、せーの、うん、レッツゴー。どっちから行く？ジョイじゃない？あ、俺ね、うん、はい、じゃあまず僕がですね、普段使ってるカバンを紹介したいと思います。じゃじゃん、イエーイ。もうなんて言うんだろう、ブルーの、ブルーっていうかな、紺色のこのなんかトートバッグ型のカバンを使ってるんですけど、だいたいね、僕このカバンは仕事の時にしか使ってないんですけど、あの中野ブロードウェイの手前にあるアーケードで買った、うん、3000円のカバン、めっちゃ安いと思って、はいはいはい、しかも使いやすそうと思って買ったんだけど、ね、うん、でもね、一つ言っていい？あのね、ちょっと失敗したのがね、ここがね、あのね、狭いの。だからね、肩にね、かけたいんだけどね、こうもう窮屈でかけられないっていうのがね、ちょっとこれ失敗したけど、まあでも使いやすいんで使ってます、はいはいはい、というわけで、早速紹介していきたいと思います、はい、まず、デレン、マフラー、うん、やっぱ最近寒くなってね、必需品になってきたんですけど、やっぱなんか乗り物に乗ると、うん、電車の中とか建物の中に入ったりとかするとちょっと暑かったりするじゃん、うん、暑いね。だからね、なんか普段は、はいはいはい、もうカバンの中に入れて、うん、寒い時にすぐ取り出せるようにしてます。はい、あとは、うん、まあこれあれですね、仕事で使っているファイル、まあ、中にいろいろ入ってるんですけど、うん、あの中身はちょっと見せられないので、うん、まあ仕事用のファイル、はい、あとね、お財布、うん、もうこれも別にどこのブランドっていうわけでもないんですけど、うん、あの丸いかなんかで買った安い財布を使ってます。中身はそんな大したお金入ってません、うん、ポイントカードとかね、そういうのが入ってるかな、うん、なんかさ、カードとかめちゃくちゃ増えるよね、うん、ポイントカードとか、ね、みんなどうやって整理してるんだろう。もしいい整理の仕方あったら教えてください。次、ベレンコの子、何それ汚い、何がちょっと見せるのは恥ずかしいんだけど、これね、なんだろうな、ポーチっていうの、ポーチじゃないけど、うん、なんか持ってたんだ。そうそう、カバンの中にね、ずっと入ってるんだけど、だここなんかティッシュ入れられるんだけど、うん、ティッシュ入れてませんみたいなやつ。あとね、はいはいはい、あ、ミンティア、ミンティア、あとね、何が入ってるかな、ブレスケア、あ、はいはいはい、ね、いざという時にね、うんうんうん、あとなんか絆創膏が入ってますか。へ、そんなもんかな。でこういうなんか小物入れが入ってたりとか、はいはいはい、あとはこれあれだな、謎にサングラス、サングラス、いやこれね、つけないんで、もう今の時期とかさ、サングラスしてる人いたらさ、ちょっとえって思うじゃん、うんうん、ただね、あのカバンから出してないだけですね。あー、そうか、そうそうこういうのが入ってて、あとは、うん、で横になんかこういうポケットみたいなのもあるんですけど、ちょっとね、見せられないけど、うん、あの仕事の入館証とか、あとイヤホンかな、Bluetooth の、うん、でもね、聞いてこれ、あ、ね、片っぽしかないの、うん、片っぽ線路駅でねつけようと思ったらポロって落ちて、うん、線路のところに落ちてって、はい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 、もうそれからもう左耳なくて右だけで今使ってる、うん、新しいの欲しい、買わないと、うん、あ、目薬、うん、もうね、コンタクトなんでドライアイだから、うん、必需品かな、うんうんうん、あ、落ちちゃった。あとはリップ、はいはいはい、
そう、なぜ謎に飴ちゃんが本当だ。多分これね、なんかどっか居酒屋に行った時にね、買いにもらったやつ、うんうんうん、でね、反対側もね見て、うん、やばいんだけどリップ3本出てきた。すごくない、うん、でもね、もう本当に今乾燥するから塗ってる。そうだよね、うんうん、で、次なんかこれあれ東京レインボープライドに行った時に、うん、あのそうそうそう JAL のなんかブースでもらったバッジがそのまま入れっぱなし。はい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 、っていう感じかな。あとなんか内ポケットにもなんか入ってるかもしれない。内ポケットはね、あれお薬手帳、うん、お薬手帳とかね、あとはなんか印鑑とか、はい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 、大事大事、うん、あとね、あのちょっと見せられないけど通帳とかが、うんうん、入ってます。こんなもんかな、うんうんうん、俺は。なるほど、大体俺のカバンの中身はこんな感じで、うん、はい、じゃあ次翔ちゃん。はい、僕のバッグは、うん、こちらです。ちょっと大きめなバッグ、ね、これはどこで買ったかな、吉祥寺とかで、いくら7000円ぐらい。ああそうなんだ。そうで買ったじゃない。あそうだ、一緒に買いに行ったんだ。これに入れてます。結構大きいバッグ、うんうん、まず一つ目は怖いこれです。あやっぱりね、うん、シマックブックね、うん、これはまあ持ち歩きます。まあそうだよね、うん、翔ちゃんがまあ基本的に編集してるから。そう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 、なんか仕事の合間とかね。そうそうそう、これを持ち歩いてて、うん、あとはまあほとんどそういう感じかな、うん、あとは、うん、イヤホンじゃないや充電器か、充電器、うん、充電器、これもまあ必要なので、うん、持ち歩いてます。そうだね、うん、充電器は俺もなんかやっぱりで次持ち歩いてるかも。次はある書類とかを持ってて、うん、まあ見せれるやつと見せれないやつがあるんだけど、これ白紙なんだけど、これ絵コンテ用の紙。これはあのまあ前回の動画とか、あとネクストアップの時の動画とかもあるんだけど、うん、なんかちょこちょこそういうなんていうのかな、スタジオとかで撮影した動画をどんどん作っていきたいなっていう風に思ってて、うんうん、で、あのたまにそういう風なことを思いついた時に、紙にして作っています、うん、そう、できればこれは月1回とかにあげれたらいいかなと思ってて。しっかりしたなんかそういうやつね、うん、が僕の原点になるので、こういうのはいろいろ書きましたね、うんうん、これ、うん、とか紙に書いて取っといてます。そうこれね。で次はまあ財布かな。俺もね、あんまり綺麗ではないんですけども、これはねいつ買ったかな、20歳か19ぐらいの時に買ったやつをずっと使ってて、なかなか壊れもしないから結構使いやすいんですけど、うん、サマンサキングスのかなです。そう、かわいいその財布、うん、これをずっと使ってます、うん、であとはこれとか、これは視聴者さんからいただいたハンドクリーム、うん、これは使ってます。ちょっと手が乾燥しやすい時期ではあるので使ってたりしてます。あとパソコンのあれと一緒にこれだね、アダプター、アダプターって なんていうの、 USB、 あ、そうUSB カードはもう持ち歩いてますね、うん、あと接続するやつね、そうそうそう、うん、これも持ち歩いてます。で、あとはもう俺も通帳とか、うん、そういうのがほとんどなんだけど、うん、あとメガネか、メガネ、メガネはまあかけたりかけなかったりするけど、かけてた時もあるかな、動画でこれも一緒に買いに行ったよね。そうだね、うん、まあこんな感じでメガネもつける時もあるかもしれないっす、うん、似合ってるありがとう、うん、で、あとはまああと本だね、本はちょこちょこ見たりしてんだけど、最近見てるのは、うん、このこれ知ってる？誰も知らない世界の言葉だっていう本があって、これは結構ね
なんかその国の、うん、ことわざが載ってるやつ、そう、ここに載ってる言葉がめちゃくちゃなんか綺麗な言葉が多くって、へえ、今度見せて、うん、素敵な本だと思ってます。うん、うん、あとは、うん、そうだね、まあ、ティッシュ類とか携帯とか、ああ、まあ携帯ね、うん、ちょっと汚いな、うん、そう、まあこんな感じでこの中にはいつも入ってます。まあ、なんか翔ちゃんのカバンいつも重そうだもんね。めちゃくちゃ重いんだ。この重そう、まあ、その動画とか撮影するときはこれ以外に、うん、カメラとか、そうだね、持ってったりするから、あと三脚とかね、あ、まあ、そうだね、そういうのもとかなるとめちゃくちゃ、ね、やっぱり大きいバッグじゃなきゃいけなくなるから、うんうん、結構入るよねそれね。そうだね、だからこれを使ってたりしてます、うん、はい、ね、うん、まあ僕は基本的にはバッグ、休みの日全然持ち歩かないよね、うん、もう財布はポケットに入れるし、うん、携帯もポケットに入れるし、うんうんうん、大体基本手ぶらだけど、うん、翔太はね、うん、普段からカバン使ってるイメージがある、うんうんうん、そう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 、はい、はい、というわけでですね、今回は僕たちの、カバンの中身を紹介してみました。いかがだったでしょうか。ね、まあ大したものは入ってなかったけど、そうだ、ね、まあ、はい、というわけでですね、はい、今回の動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。